だ。あれあれ、やばいな。そらじゃらじゃ。タイトルが思い出せないわ。あの派手髪の考察系 YouTuber と、よく喋る脚本家のやつ。うわ、なんだっけな。無限まやかしだ。高野湊です。無限まやかしとは、映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち2人がそれらの感想や考察を述べていくラジオ番組でございます。2022年秋クールのフジテレビ系ドラマサイレント第7話の1本目の感想でございます。1本目です。どうせね、1本に収まるわけないので、1本目っていう癖がついちゃってるんですけど、まあ、今回は、割と、なんだろうな、ここで、6話までに噴出してた疑問とか、うん、この人かわいそうだよね問題とかを、なんとか一旦まとめたみたいな感じがしてて。あの、本当の節目だと思う。そうですよね。ここから一周挟んで、ね、うん、もう、あの、みんなが一番悲しんだ衝撃シーン、うん、来週の放送はありません。そうなんだよな。あの、サイレント史上最も衝撃的なシーンが来週ありませんだとは誰も思ってなかったと思う。嫌なクリフハンガーだよ、全く。本当に最悪のクリフハンガーでしたね。困ったぜ。困ったよ。まあでも、実はいいタイミングなんじゃないかなって思う自分もいて、一、うん、回だけ休まなきゃいけないとしたら、うん、ここいいんじゃないって。ああ、でもそうだと思う。思う、俺は。うん。これ、だから6話の最後だったらもうどうしようもなかった。そうそうそう。そうなんだよ。今までのどこで考えてみても、一回休み結構嫌だったと思うんだけど。嫌だった。今のところ、全員ちょっと感情が上に上がってるところで追われてるから。はい。なんかね、そこはね、その6話でかわいそうだった人が救済されたりとか、ちょっとだけ悩みが前進したりとか、っていうことを含めると、かなりポジティブな方向に全部を向かわせた回と言っていいとは思う。はい。なんか、もやってそうな部分もある。いや、それもわかる。すごいわかる。そう。めっちゃわかるよ、でも。最初にちょっと予告だけしておきたいんだけど、俺今回、ラストシーンで、全く泣けなかったの。はい。一回目。初見ね。初見。一回目全く泣けなかった。で、で、感想を見た。感想を見たら、みんな感動してた。ということは、俺の人格的問題が原因なんだと思った。それと、物語の読み取りが甘いんだと思った。だから、みんなの感動を、俺も一緒に味わいたいから、ちゃんと、1話から、今回は、つむぎちゃんに、ちゃんとフォーカスして、つむぎちゃんのシーンだけ、ほぼ全部見返して、全部つむぎちゃんの気持ちに入り込むようにして、俺ずっとみなと過激派からの、あの、ななさん過激派だったんだけど、みなとくんとななさんを、一切一生懸命排除して、なるほど。つむぎちゃんに入り込むようにして、全身見直したら、最後、めっちゃ泣いた。ああ、なるほど。という方向性の話は、後にするので、そうね。あの、一旦、ちょっと、大島、だからこんなんだから、俺、その、こじらせてるのよ。こじらせちゃってるから、今回、みなとあんま出てきてないし。みなとあんま出てきてないし、こじらせちゃってるから、一回、ちょっと大島さんメインの、わかりました。ちょっと話を聞きたいのよ。今回は。多分ね、僕は今回のこのサイレントっていうドラマに関しては、割と多くの人と同じような、ストレートな感動ができてるタイプだと思っているので、それを聞きたいのよ。やっぱり今回、素晴らしかったところ、まあ何箇所かあったけど、その、ナナさんの話っていうのが、一応、見そがれて、はい。わかんないよ。あれが全部見そがれたのかっていうこともあるし、ナナさん側の身の引き方も、ナナさんが急に成長しすぎじゃないかっていう意見もまああるかもしれないんだけど、ナナさんの、その未練、決算セールみたいな、未練生産フルコースっていうのを、まあ、数えたらキリがないぐらいやってるんですよね。なるほどね。いろんな角度から。なんかこう、一個一個のアイテムとかでやってるってことですか、こう、本を返すとか。そうそうそう。で、一見、その、層に本を返しに来たっていう一個のシーンに見えるけど、あのシーンの中で何個もやってるな、みたいな。なるほどね。ことがあって、僕は、ナナさんと層の、未練生産のフルコースの描写としては、すごくいろんなことが描かれてていいなと思ったのが、太い感想の一個ね。で、もう一個みんなが感動したポイントとしては、やっぱりラストシーンのところだと思ってて。そうなんですよね。あそこも感情が、こう、行ったり来たり、行ったり来たり、こうじゃない、ああじゃない、じゃあこうで、じゃあああだ。ってなって、意外な形で、ハグした。
っていうオチなので、あの、それがまあ太い柱の2本目なんだけど、そうですね。2本の大きな感動の柱、うん、どっちも説明に時間かかるっていう。それは本当に異論ない。そう、これやばいよね。いや、やばいと思う。これね、結構大変なことが起きてるなと思ってて、うん、その、ただ、ハグしたから感動じゃなくて、うん、その前に、右、左、右と見せかけて左じゃなくて、右、左、うん、右、ゴールみたいな、シュートゴールみたいな感じのことを、2本の柱両方やってるので、うん、そうですね。これはね、割と感想ポッドキャスト泣かせなんですよっていう回でした、ぶっちゃけ。それは、そこに関しては全く異論ない。あの、俺も、めっちゃ難しかったと思う。そうね。で、難しいけど、感動が、難しいっていうのは、内容自体が難しいんじゃなくて、うんうん、これを分解するのが難しい。ね。その、感動の正体を明らかにするのが、本当に難しい。うんうん、はい。未だに、あのシーンの意味何だったんだろうっていうのが整理できてないのもあるし、うん、俺やっぱまだ、うん、あの図書館で、はいはいはい、あの子供に本を取ってあげるところのシーンの意味を、うん、俺まだちょっと聞きたいくらいだもん。わ、うん、かる。でもね、僕もそこまだ保留。そうですよね。ここ、むしろここで話して、一応の結論をつけたいって思うくらい、うんうん、あの、確かにあのシーンもいいし、うん、全体的に感動するんだが、うん、それを、どう言葉にしようっていうのが。ですね。で、それは、あの、難解っていう意味じゃなくて。全然ね、難解じゃないのよ。そう、難解じゃないの。なんていうのかな、その僕らの生活の中でも、うん、自分がこの時、うん、あの人の家に行こうかなと思って、辞めたという事実はあったりして、うん、はいはいはい。それはなぜだろうって、うん、はい。で、いきなりこう自分の人生を一時停止されて、うん、で、次回の予告編を勝手に作られて、はい、どういう意味ですかってマイク突きつけられたら、結構理由10個とかあると思うんですよ。はい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 。ね、細かく数えると。っていう意味で言うと、俺すごいリアリティだなって思ったんですよね。そういうことか。あの、その、今回のやつなんか特に、うん、やっぱつむぎちゃんの行動一つとっても、ナナさんの行動一つとっても、うん、多分、その理由が何個もある。うん、そう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 。おそらく明言されてなかったり、うん、こっちが考えすぎなところもあったり、うん、向こうがあえて書かなかったりしてる理由が、おそらくだいぶあって、うんうん。ですね。で、それは、もう、ドラマとしての単純さというよりも、人間の方を優先してる。この、ただのキャラクター、うん、こう、なんか履歴書でわかるような、はい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 、なんかその、作られたキャラクターではなく、うん、人間を描こうという気概が、すごくて、うんうんで。それが情報量として押し寄せてきているような感覚があって、うん、で、物語とか、特にテレビドラマって、うん、その整理されたキャラクターで見せてもらうことに、うん、結構僕らは慣れてしまってるので、それが、本当の友達の情報量で来ちゃってると、ああ、確かに。混乱で泣いてしまうみたいな現象も俺起きてると思うんだよね。確かになぁ、その、いや、そう、混乱はあるかも。うん、あと、あの、よくよく考えると、はい、今回ね、何も起こってないに等しい。それなんだよな。ドラマ的な展開として。そう、あらすじ書きづらい。あらすじ書きづらいじゃん。誰が何のために会ってるのかを書くのが難しい、うん、それぞれの場面。なんかこう、ぼやっと、うん、あの、本当に呼んだから来たくらいだし、うん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 、なんか6話の方がまだ、ばったりと、ナナさんがあの、2人が出くわすとこに、見てしまうとか、うんうんうん、なんか事件っぽいことがあったんだけど、うんうん、ドラマチックなね。そう、今回マジでないに等しいから、うん。そうなんだよな。でも日常ってそうじゃんって話、ね。そうそうそう。で、人と会うときにめっちゃ明確な理由とかってあるとは限らないじゃんっていう話。なのに1ミリも退屈しないし、うん、すごいドラマチックだったのは、うん、やっぱりこうもう、1,2,3,4,5,6 話を通して、うん、あの登場人物たちが、うん、単なるキャラクター以上の人間としてもこっちも認識してて、うん、で、言葉にしていない複雑な感情みたいなのを、うん、こっちももう情報としてなんか言語化はできないけど読み取ってるから、うん、だからなんかよくわかんないけど、うん、うん、言葉にはできないけどなんかわかるみたいな。バカ感想、ね。バカ感想が出てくる。バカ感想が出てくる。情報量を浴びた結果のバカ感想ね。そう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 。だからこれね、その、まあ、これ、産方さんとか、まあ、サイレントファンの、まあ、順当なファンの方々は、はい、全然お前違うよ、何言ってんだよってね、はい、言われるかもしれないんですけど、はい、これ僕の心の中では、
大島、僕が見てたテラスハウスの見方にめっちゃ近くて。え？恋愛リアリティショーってこと？だ、言ったじゃん。恋愛リアリティショーじゃないから、あれって。ごめんなさい、ごめんなさい。そうですよね。そう、大島が見方を解説するテラスハウスっていう動画と、はい、ポッドキャストの回が、めっちゃ遡ると初期にあるので、はいはい、それをぜひ聞いてほしいんですけど、はいはい、その人間、友達として描いちゃってるっていうことによって情報量がめっちゃ増えるっていうところがめっちゃ似てるなと思っていますと。なるほどね。いうことなんだけど、まあ、はいはい、そんなことばっかり言っててもしょうがないので、はい、具体的なシーンを、ね、そうですね、とりあえずやりましょうか。はいはいはい、まあ、総論としてはそのぐらいこう、はい、複雑でかつ感動してますというのは、はい、それは二人では共通です。共通です。本当に素晴らしかった。ありますということですね、うん、はい。で、とりあえずラストシーンの話したいかな。しよう。うん、ここは、うん、割と僕は見えたつもりだったんですけど、うん、まあこの話の最初に。はい、そういえば喋れないんだっけみたいな。はい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 。ドラマの視聴者としてはもう解決してるはずの問題がドラマ内で再浮上しますと。うん、そうですね。で、そう、もう仕事相手の安井純平さんね。安井純平さん。エルピスとダブルで出るっていいのみたいな。なんで、ね、しかもちょっとキャラ違うから。そう混乱するんだよな。そう、同じ。エルピスの方ちょっと嫌な人だったから。そうですね。フジテレビのね、同じ時間のドラマに出てるっていうよくわかんないんだけど。はいはい、が、ぶしつけな質問をしてきてしまう。はい、そういえば喋れないんだっけって、はいはい。で、それを紬も同じように聞いてしまうっていうことが、はい、まさにハグのシーンの振りになっているっていうのは、うん、まあ間違いないと思っていて、うん、で、ここまで手を繋ぐとかはあったけど、うん、キスさえしてないんですよね。してない。で、一緒に寝てるっていう描写さえ、非常に丁寧にというか、うん、絶対服を着てるっていう風に描かれていて、うん、そうですね。スキンシップの描写はめちゃくちゃ減らされている。うん、そうですね。まあなんかこう、性を感じさせないくらいの。そうですね。うん、で、ハグとか抱擁なんて別に性的でもないじゃないですか。うん、そうそうそう。なのに、それすらあえて避けられていたっていうのが、うん、まあそれもまた振りになっていると。うん、で、ソウはあそこで何しようとしてたかっていうと、うん、手話封じですね。手話封じ来ましたね。ね、決まり手、手話封じ。決まり手、手話封じ。紬の手を押さえるという。紬は自分がペラペラになれればいいんじゃないかと思っているので、うん、いっぱい練習してるわけですよね。はいはいはい、なんだけど、その手を封じるという。そうですね。だからあれは、僕らの解釈では、うん、ただ、手つなぎシーンではない。全然全くないですよね、あれは。なぜならば、ソウが以前、港にやられたことだからです。そうでしたね。スマホ封じという技を確か前々回に使われていますので。はい、使われてます。そうか、この手があったか。っていう。あ、そうか、戦いの中で成長してるんだ。そうそうそう。バトル漫画みたいな。バトル漫画なんだ。あ、そうか、本人が頼っちゃってるコミュニケーション手段と、別のコミュニケーション手段で繋がりたい場合、うん、そっちを封じればいいんだ。っていうことはですね、港に教えてもらったんです、そうは。そういうことか。まあまあ。すごい、ジャンプ漫画と同じような、そうそうそう、ことをやってるんですよ。強さがインフレしていくんですけど。まあ、それは冗談としても。冗談として。でも、そのドラマ内で、その表現の反復っていうことは、まあ、確実に行われていると思います。うんうん、そもそも繋がるためのものを封じることによって、別の表現が生まれてるっていうことですね。うんうん、で、手話で紬が喋らないように手話を封じますと。封じた。で、そこでそうは自分の声で喋ろうとするんですよね。うん、はいはいはい。頑張って喋ろうとすると。はいはい。で、港に喋りかけちゃった時は、うん、必要に迫られてだったので。そうですね。こうなんかヘルプに近い。うん。うん。あ、こっちだよっていう、うん、今僕はここに来るように近いニュアンスだった、うんうん。コミュニケーションとか愛情の意図が乗っかっちゃってないので、うん、こう、パッと出たっていうことだったと思うんですけど、だから、うん、生物として、人間としての、うん、身体の能力としては、うん、声は出ますってことは、港に声かけたシーンで出てるんですよね。説明されてるんですよね。そう、身体機能の問題ではないということが、あそこで一回示されてるわけですね。示してる。で、今回は心理的なハードルというか重荷があって、出ないと。うんいうことで、なかなか声が出せないと。うん、で、喋らなくていいよっていうことを、紬が、手話なしで、口で伝えるんですよね。そうなのよ。で、あれは、まあ、唇を読んでるっていう見方もできなくはないんだけど、いやー、限りなく脳に直接語りかけてますね。あれはそうですね。うん、私は今あなたの脳に直接語りかけてますそう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 。よくネタにされるやつだけど、ネタを本気でやってると思うよ、本気でやってるあれ。で、まあ、真面目に言うと、うん、まあ、目ですね。そうですね。口よりも目なんじゃないかなと思って、で、それはまっすぐこっちを見てくるっていう、今までの紬の、ソウから見たキャラクター説明とも完全に一致してるし、そうですね。で、ソウ君はそれで理解が、できましたと。で、それが予想外だったわけだよね。うん、その、手話なしで、向こう伝える武器持ってるんかいっていう、超能力持ってるんかい。くらいのね。っていう、あそこで、
つむぎが喋ったところでジャンプ漫画だったら翌週に行きますね。新しい能力を出してきたタイミングなので。そう、挽回っていう。挽回だったんだ、あれは。タイミングなので。そんな方法が、っつって。うん。で、そうくんは、まあ、混乱しますよね。うん。あれ手話使ってないのに、つむぎの言ってること、俺分かってますやん。うん、っていうのに混乱もしたと思うんですよ。うん、で、つむぎが立ち上がろうとしたときに、うん、今声を出すのはつむぎは声出さなくていいって言ってきてるから違うじゃないですか、選択肢として。まあね。で、手話も違うじゃないですか。うん、違う。ってなったときに第三の言語としてハグをしたという。うん、ああ、なるほど。こんぐらいこんなにね説明に時間かかると思う。なるほどね。こうもうあのあれですね、もうこう。一個一個、うん、コミュニケーション手段っていうのを封じられて、うん、そうそうそう、最後に残ったのがハグしかないっていうところで言うと、非常にロジカルですね。そうなんですよ。いや、俺ね、つむぎちゃんが言葉で喋ったのも、うん、俺ロジカルだと思って、これね、あのね、細かくは後で話すんだけど、はい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 、あの、今回、うん、つむぎちゃんって、うん、あの、言語を封じられてるなと思った、うん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 、あの、最初からずっとなんだけど、うん、だからなんかあの、伝えたい伝わらないこの不条理が今の状態。はい、ヒゲダン状態。そう、ヒゲダン状態がサブタイトル状態だったって、はいはい、サブタイトル状態だったなと思ってて、うん、結構やっぱあの、前回もチラッとあったんですけど、うん、今回なんかもう冒頭から、うん、あ、なんて言えばいいんだろうって言って、うん、あの、手話でも伝えることを、うん、あの諦めちゃうっていうところがあったり、ね、で、それが理由であの、すれ違いになったりとかがあって、うんうん、で、その後も、一生懸命手話を、うん、もうあの、もうあのね、悪魔先生に習って。そう、あの、春尾先生ね。ごめんなさい、はい。ごめんなさい。ちょっと悪魔で、ちょっと、うん、大丈夫。はい、あの詳しくは、春尾先生サムネの回を遡ってみてください。そう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 、で、春尾先生に、はい、あの、習って、うん、で、すごいもう完璧にもう、こう、スピーチを覚えたかのように、うん、完璧な手話を覚えてきたのに、うん、それを、あの、下手くそだねって一刀両断されて、うん、そうだ。で、便利な道具とかあるけど、うん、いっぱい喋るのが一番だよみたいなこと言われて、うん、あれはね、なんかね、ある種の、うん、なんかこう、手話の、あなたの手話を伝わんないよじゃないけど、うん、あの伝わってるんですよ。ナ、う、ナ、ん、さんの中で全然伝わってるんだけど、うん、あの、つむぎちゃんとしては一個封じられてるというか。うん、言語として便利に伝えることはできるけど、うんうん、いやー、そういうことじゃないんじゃないですかね、みたいな意味でしょ、ナナさんが言ってたのは。その言葉が意味として便利に伝わるっていうことが、うん、そういう言語の機能の全部でしたっけ、うん、なんかもうちょっと大事なこととかもあるんじゃないですかね、みたいな。その手話が上手になればなるほど、まあ、ナナさんから見たら下手なんだけど、うん、上手とかっていうことだけだっけ、そうそうそう、みたいな。定期があったから。で、それを、やっぱ、一個一個潰されていってるというか、うん、あの、つむぎちゃんの中では。うん、だから、つむぎちゃんがこう、あの、喋ってほしいっていう、喋ってほしいじゃないや、うん。あの、なんで喋らないのって質問するじゃないですか。うん、あれは俺ね、喋ってほしいの、うん、あの、意味もあると思ってて。うん、で、それは、ただ単に声が好きだからも、うん、もちろんあると思うけど、多分それはね、すっごい後ろの方で、うん、あなたの言葉が、私が通じないのが悲しいというか、うん、苦しいっていうのの、うんほう、うん。だからもう、ヘルプミーなんですよ。うん、もうあの、ちょっと、すいません、もうギブアップつつっていうのが、うん、あの、つむぎちゃんの、ちょっとなんで喋らないのだと僕は思ってるんですけども。うんうん、でもそれを、あ、それはダメなんだっていうのは、うん、港との電話とかで、そうだね。もう理解してる。だから、はい、とにかく、うん、あの最後に、直接目を見て伝えるっていうこと以外の、うん、コミュニケーションの選択肢がない状態まで最終的に追い詰められてる。うん、確かに。で、その状態で、つむぎは試合に来てますと。そうそうそう。でもそのことをそうは知らないですと。知らないのよ。いうことなので、つむぎの中ではね、こう、体の中に、非手話言語というか、その超能力ボルテージみたいなものがね、みなぎってる状態でも意味わかるでしょでもわかるわかる。わかるわかる。もうその、だから、五感、あれだ。あの、だから、少年漫画でそういう修行とかあるけど、うん、五感を封じられるんですよ。あ、そう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 。あの、視覚も封じられ、そう。あの、聴覚も封じられた状態で、うん、ただ感じるのじゃって言われてる状態。で、1万年くらい経つやつ。そう、1万年くらい経つやつ。で、それで、こうあの、こうあの、何も見なくても、うん、敵の攻撃を避けられるようになってるみたいな、うんうん、ああいうこと、状態に、一個一個積み重なってるんですよ。うん、だから、つむぎも気づかないうちに、その状態になってる、うん。お主はもう最強じゃん。っていう状態になっているんだけど、うん、そのことをつむぎもあんま分かってないし、そうん、も予想だにしてないから、うん、脳内コミュニケーションが成立しちゃったっていうことには、必然はあるんだけど、二、うん、人ともまあまあびっくりなんだよ、ね。まあまあびっくり、まあまあびっくり。で、つむぎに関しては、伝わったっ
って言ってるけど、まあ伝わったってことにしとこうかぐらいの感じで、うんうん、本気で伝わったかどうかは、うん、ハグされるまでは分かってなかったと思う。分かってなかったと思う。ですよね、うん、っていうのが僕のあのシーンの理解ですね。だからやっぱすごいロジカルなんだよね。そう、俺も思った。ね、そのクイズ、ミリオネアの4個選択肢がある中で、うん、ABCD で、うんうん、まあ、A か C なんだよなって思ってて、50-50 でボンって言って、うん、C が消えちゃったみたいな。おっとで、A と D か。あ、A と D ってことは A じゃないって思って、一応残ってるからテレフォン使ったら、うん、あ、A じゃないことだけわかる。あ、ごめん、P って切れちゃって、D だー D だーつって。みたいなこと。そうそう。もう、それだけはないと思ってたやつが。そうそうそう。思いついてた答えだったって。そうそうそう。っていうぐらいね。ああ。俺はね、わかりやすいシーンだけど、うん、それぞれが理解するときの補助線は結構必要なシーンって思ってたんですよね。確かにね。だからあのシーンは、うん、あのなんかただの奇跡とかのシーンじゃないと思ったの。じゃない。めっちゃロジカルだと思う、うん、俺は。奇跡じゃないし、あと、うん、なんか、次週に続けるために、うん、とりあえずハグしてみましたとか、キスしてみましたとかでは、全くない、うんうん、我々が気づかない伏流ですよ。そうですね。伏線ではなく伏流が、そうなんだよ。実はこう、じわーっと流れてて、うん、で、最後がそこに結実してる、うん。で、今回はそれが一番難しかった。うん、これを解読するのが俺は。うんうんうん、そっか。僕は結構一発で分かった、うん、ったつもりだったんだけど。いや、すごかったんだよ。なんかね、その温度感として、うん、その、ラブストーリーのクリフハンガーでありがちな、うん、ここで衝撃の突然のキスからの真意はみたいな、よく見る。ね、ボンビャクなラブストーリーの引っ張りがあるんですけど、素晴らしいボンビャクですね。俺ね、それとは全然味が違うと思って、味が違うと思いましたよ。そのね、うん、彼のキスから、その彼側の言葉とか、うん、気持ちとかが、こう、浮き彫りになってくるのが次の話っていうのがまあ普通だけど、うん、いや、彼の気持ち全部浮き彫りになってるから、今回。そうですね。積み上げて積み上げて、のハグだから意味わかるよっていう感覚がまず最初あって、うん、で、あれどういうことなんだろうって思ったらそういう思考回路が見えてきたっていう感じで、ね、まあもちろん他の解釈もあると思うけど、うん、割とストレートに読むとそんな感じなんじゃないかなって思う。いや、僕もそれは異論ないですね。そうですね。で、予想外、うん、誰にとっても予想外なんだよな。でも意外に、うん、つむぎにとっても予想外だし、うん、ソウにとっても、あそこでハグするしか、残りのカードがないっていう状態が予想外だし、うん、視聴者は無意識にキスとか抱擁とかしないんだなって決めつけてたから、うん、急でびっくりしたし、びっくりした。だからね、産方さん以外全員びっくりしてるっていう。いや、びっくりしてますよ。そう。なんなんだろうな、でもこれずっとサイレントってそれやりますよね。うん、最後びっくりさせられるんだけど、うん、よくよく考えるとこうとしか思えない。いや、本当にそうなんだよな、うん。なんでこれ毎回やられてるのに全然予想できないんだよな。うん、いや、この間聞き返してて思ったけど、うんうん、あの、港と宋の関係性について、はいはい、宋がね、あ、港が、あの、独白するところあったけど、はいはい、あの、ね、友達の病気受け入れることが辛かったっていう、うん、あの、その、嫉妬してたのかと思いきやのやつね。うんうん、で、それ123は今見てみると、うん、普通に宋としか見えないって。普通にそれ以外の見方あんまないって思えるんだよな。それ一番優れたミステリーだと思う、うん、俺。いやー、考察ドラマですよ、やっぱり。ここで戻ってくるんだよな。考察ドラマなんだよな、うん。まあ、というわけで、とりあえずラストシーンの解釈、こんな感じでどうでしょうっていうので。そうですね。丸一をちょっと終わらさせていただいて。あの、そうなんですよ。こっから、うん、申し訳ないけど長いっすよ。長いと思うな、これは。うん、ちょっとね、僕も、うん、だからもうあの、一生懸命こうあの、押し込めてたけど、はい、なんでその、大島さんはスッと入ってきたわけじゃん。はい、あの、ラストシーンに関して。俺はなぜ入らなかったかっていうと、うん、もうとにかく、つむぎとそうに、お前らまだ言ってるよ。強すぎて、まだ言ってるよ。まだ言ってるよじゃないんだよ。おい、あの、前の動画のコメント欄見たか大島。まあね。あんただけじゃない、あんただけなんだよ、わかんないのってレベルだよ。ノイジーマイノリティね。ノイジーマイノリティってなんだ、この野郎。聞いてる人は何万人なわけ。コメントしてる100人が、ね、全部じゃない。コメント数多分一番多かったよ、今までで。まあね、だから、嬉しかったよ、もう俺、ここで二人で話してる時、本当に怖かったんだから。まあ確かにね、1対1だとね、こっちが間違ってると思っちゃうけど。でも、これで分かったでしょ。うん、だから、分かったわ。分かっただろう。その話は、じゃあ、丸8でしょ。そうそうそう、丸8でしょ。おい、なんでそんな後回しこういうところがね、こういうところがモテる側なんだよ。屍だろ、お前らって。そんなことないんだけど。お前ら屍の意見なんてどうでもいいんだよと。
まあ、とりあえず今回の7話丸1では、うん、その、まあ、感情とか感情移入とか共感とかは置いといて、置いとく。まあ、とりあえずよくできてて、うん、しっかり、それぞれの人物を描いてて素晴らしくて、はい、ラストシーンは必然だったんじゃないかっていう、そうですね。ところが共通理解でよかったなっていうところで、本当に丸1を終わらせていただきます。終わりましょう。やっぱ我々の仕事をこなしたって感じ。そうですね。ちゃんと、やっぱ、ね、感情と、評価、評論、分析を、本当に一生懸命分けないと。分けないと。今回ね、どんどんね、ぐちゃぐちゃになってくる話してると、これ感想なのか、評論なのかが、分かんなくなってくる。今回は、とにかくその、フラットな目で見て、技術の部分を見て、これはやっぱりすごいラストシーンでした。まずはそれを語り終わってから感情の話をしましょう。そうですね。なんかメインディッシュにデザート混ざってますよ、みたいなことになっちゃうんで。うん、まあでも、ヨーグルトソースとかあるから、絶妙に文句言えないみたいなね。そういうことになっちゃう。はいはいはい。わかりにくかったかな。わかる、ちょっと待って。で、こんくらいわかりにくいことを、一生懸命長い時間かけて話すよ。一緒にしちゃいけない。一緒にしちゃいけないの、はい、とりあえず、第7話の1個目の感想でございました。はい無限前歌詞は YouTube とポッドキャストで配信しております。YouTube のチャンネル登録まだの方はぜひ、それからポッドキャスト特に Spotify のチャンネルのフォローというのと5点満点の星付けというのがありますので、そちらまだの方ぜひよろしくお願いします。はい Twitter のフォローなどもお願いします。普通歌もお待ちしておりますということで、とりあえずはね、はい、とりあえず丸一台とりあえず、サイレント7話の1個目の感想でございました。はい、素晴らしかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。